もうね、一週間は、もう練習させん。OK。おや？あれ？あれ？キック、ボクシング、キックボクシング。おいおいおい。もっともっともっと。息吐いて、息吐いて。なるなるなる。さすがに30キロってランよな。さすがにランしかない。そうやんな。さすがに。いや、ワンチャンダッシュかもしれないです。え、ダッシュはさすがに。やばって。あのクソじじい、こいつけってあんねんな。ありかねえぞ。あいつこれでさ、ランシュ吐きこえるとか言ったらマジ潰すでも。俺もや、マジ言ったの。マジでほんまに。いや、練習の雰囲気出しとこう。そうやん。お前らグローブはめとけよ。おめでとうございます。よし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 。マジで頼む。ほんまに頼む。スパイク入ったやつの足を変えて、ミーティング終わったらピーピ今チームいい感じ。邪魔せんといてくれ。はっきり言って邪魔、害悪出ろ。
はい。なんでお前らさ、一緒に来えへんの？お前らも来いよ。どうしたらいいか分からへんかってんと。ちょ、マジだるごだね。どうする？もうそれや、監督怒っとったんや。しっかり話し合おうや。いや、そもそもあれは監督追いかけなあかんやろ、全員で。知らんし、お前が真面目なだけやろ。おい、ヒデ！何やその言い方。今は真面目に話さなあかん時やろ。とりあえずちゃんと話し合って、監督んとこ行こう。明日練習試合から許してくれるって。いや、まあせやろ。まあさすがに明日練習試合やしな。反省するふりしといたらええんじゃん。ふりだけじゃあかんやろ。しっかり反省せなあかんねん。そもそもな、みんなエラーしすぎやねん。俺かもしれんからな。誰や一番したやつ。白井さん14回してましたよ。白井のせやんけ。こんなん言うててもしゃあないから、とりあえず謝りに行こう。いやでもキャプテンおらんからさ、まあ、3年生リーダーが行かなあかんな。やっとお前3年生リーダー、早よ行ってこいよ。おはようございます。ああ、やっとけやっとけやっとけ、はい、よし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 、どうぞ。はい、すいません。はい、待てよ、メレ。なんでお前こんな声で練習しとんだ。なめちょるんけ、練習を。はい、しとけ。バル。はい、おいけ、バカだれ。はい。お前ら、お前分かるやっちゃな。あれ怒ったら次これ出て。え？もう状況がおかしいやないの。な、なんであんな声でさ、平気で練習しちょるの。先生、来るまでやって、まだしても。来てからも。いや。ゆるいよ。監督？え？いや、お前、サラダ、お前、何や、そのチャック、お前、あげんかい。関係ないでしょ。なるほど。意味分からんすよ。監督が選手、監督が選手言うたじゃないですか。選手？もうあのスイングの時はもう声出せなくていい、うん、もう黙々と自分のスイングに集中する、それが大切。嘘だろ嘘だろ嘘だろ。なんか言うてください。いや、なんか言うてくださいって。なる、意味わからんやん。いや、何がすか。何も言えないから、マジで。すぐ出ちゃうんですよ。あのね、声っちゅうのはね、勝手に出るもんやね。静かにやろうと思ってても出る、それが声や。なるほど。お前分かったら、お前らそれよ。お前らね。言い訳すんの。待ったらな、お前ら。なる。よいしょ。
ろー。